ベリックはイギリス海軍の重順庸艦、ケント級の一隻、フェアフィールド社で建造され、1924年9月15日に、飛行し1926年3月30日に、浸水、1927年7月12日に、巡航した。1928年12月4日、ベリックは横浜港で行われた5体例特別観艦式に、 ケンサフォークと共に参列した。1936年まで中国艦隊に所属、1937年8月から1938年11月にかけて大規模な改装工事を受ける。第二次世界大戦初期は戦乱護衛に従事し、ノルウェーの戦いにも参加している。また5月にはアイスランド侵攻にも参加した。 ベリックは1940年11月7日、ジブラルタルに到着し、地中海艦隊への増援のうちの遺跡として、アレクサンドリアへ向かった。アレクサンドリア到着後、ギリシャへの兵員輸送に従事する。11月27日、スパルティベント、三崎沖海戦に参加したが、Y 砲塔に命中弾を受け戦死者7名を出した。12月25日、ベリックは中東へ向かう。 兵員輸送船団 WS5A の護衛中に船団攻撃を試みたドイツの従順洋艦アドミラルヒッパーと交戦。ベリックも被弾し、X 砲塔が使用不能になるなどの損害を受けた。修理完了後はソ連へ向かう船団の護衛などに従事した。ベリックは戦後の1948年にスクラップとして売却された。ありがとうございます。